アイスランドシープドッグとは、アイスランド原産の牧羊犬種である。単に、アイスランドドッグという名前でも知られている。別名は、フリーアードッグなど。かなり古くから存在し、874年に、ノルウェーから来た、ノルウェージアンブーフントが改良されてできた犬種である。羊やポニーを管理したり誘導するほか、猟犬として、狩猟を行うのにも使われていた。 国間の中でも仕事ができるように徹底した犬質管理が行われ、能力だけでなく、ルックスやサイズも千年近く前から固定されていた。アイスランドでは数少ない固有種で他のアイスランド原産犬種よりもたくさん飼育されていて、原産地では非常に一般的な犬種である。しかし、かつてアイスランドシープドッグにも存亡の危機が迫っていたことがあった。 本種は二度の世界大戦による戦果は受けなかったのだが、その前にアイスランドで流行したジステンパーによって多くの犬が死に頭数は激減した。この頃作業用としてアイスランドシープドッグを入手するには馬一頭と羊二頭と交換しなければ入手ができなかったほど希少化が進んでいた。この事態によりジステンパーなどの伝染病が流行した原因が調べられ、 これらの菌を持ち込んだのは輸入された動物であったことが判明した。これを受けてアイスランド政府は1901年にアイスランド国内への動物の持ち込みを禁止し、このことがアイスランドドッグの存亡にさらなる試練を課すことになってしまった。国内の本種は絶滅寸前であったが、本種は以前ノルウェーやスウェーデン、 フィンランドに輸出されたことがあり、そこでブリーディングが行われていた。そのため、そこから逆輸入をして、ブリーディングストックの増強が計画されていたのだが、動物の輸入が禁止されてしまったためこの計画は断念せざるを得なくなってしまった。そこで一時的な救済策として、同じくアイスランドを原産とするソリビキ犬種ヤッキドックの地が加えられることになり、 なんとか犬種を存続することができた。薬器ドッグの意思交配は最小限に止められ、頭数の回復後は、それの特徴を完全に取り除いて、純粋なアイスランドシープドッグを復活させることができた。現在は人気も年々上昇していて、アイスランドの文化遺産の一つとしても認められている。原産地と北欧以外にも輸出されるようになり、 ヨーロッパ諸国や欧米などでも知名度の高い犬種の一つにまでなった。世界的にペットとして人気のある犬種ではあるが、日本にはまだ輸入されていない。日本犬のようなスピッツタイプの犬種で、コートはロングとショートの2タイプがある。ロングはポメラニアンなどと同じくらいの長さのコートを持ち、ショートは芝犬などと同じくらいの長さのコートである。 どちらのタイプもコートは厚く密接していて、二重構造のため防寒性が高く、寒さに非常に強い。この厚いコートのため、ややぽっちゃりしているようにも見えるが、実際には、中肉中勢の犬種体格で太りやすい犬種というわけではない。毛色の制限はなく、立ち耳、巻きを、アイスバーンの上でも丈夫な爪がスパイクの役割をし、滑らないようになっている。対抗は、 オス 46cm 前後、メス 42cm 前後で、体重は、死ゆともに9から 14kg の中型犬で、性格は陽気で、友好的、人や犬とも遊ぶことが大好きである。体も丈夫で遺伝的にかかりやすい病気がなく、飼育もしやすいのだが、暑さにだけは弱い。ありがとうございます。